今年も古賀の滝のライトアップが始まり自然が織りなす造形が暗闇の中に浮かび上がりましたこのライトアップは毎年寒さの厳しくなるこの時期に古賀の滝観光組合が平成16年から行っているもので今年で13回目となります古賀の滝は7つの滝からなりライトアップが行われるのは落差100メートルの目滝で 夕暮れとなる午後6時に発電機の電源が入れられました。平成24年7月の九州北部豪雨により以前の展望台は流出し、滝壺まで行くことはできなくなりましたが、周囲の寒木などがなくなったことにより、以前より見通しが良くなっているとのことでした。福岡から訪れた観光客は、月明かりの中、ライトアップで幻想的に浮かび上がる滝の姿に見入っていました。 古賀の滝は2月末までの毎週土曜日午後6時から8時まで点灯されます。